ありがとう。ツイッターも見ました、みんなの。あ、ハートありがとうございます。もう言うこと決めてたんですけど何言うか忘れちゃって、うん、変なこと言ってたんですけど、詳しくはツイッターとか見てください。ハートありがとうございます。ね、きっとモバメとか SNS も送ったのでぜひ見てください。ありがとうございます。いや本当に、ね、緊張してね、全然緊張しなかったんですよ、昨日の夜とかまで。でなんか今日ここのに来るまでの間がめちゃめちゃ緊張して、何なんかもう言うことめっちゃ練習っていうか頭の中で、まあ、こうやってこう言ってみたいな思ってたり、そうですね、あの新しくねやりたいことも決まって、4月から専門学校にも通ってて、そうもう結構1年ぐらい前からもうやめようかなって悩んでて、でちょうど半年ぐらい前に相談させてもらって卒業ってなったんですけど、感情出していい？いやでもなんかやめる、そう決まってたから、なんて言うんだろう、ちょっといつもと違う感じになっちゃって、公演で発表もしたかったんですけど、公演で発表できるタイミングがないってなって急遽配信ですることになったので、吉右衛門の、まあ吉右衛門のメンバーは結構前からみんなには言ってたんですけど、みんなに来てもらって用させてもらいました。将来のことを考えてのなんか別に前向きな卒業なので、みんな残り2ヶ月半よろしくお願いします。頑張ります。そうですね、寂しいですけど、うん、このままずるずる活動 NGT にいて、なんかどれぐらいいいことがあるんだろうって思った時に、なんだろう、そんなその今自分がやりたいことに専念するか NGT の活動を続けるかで悩んだ時に、うん、その活動じゃない新しい方に専念した方が自分の将来もいいのかなって思ったので発表させてもらいました。もうここにいて活動してもそんな、なんかプラスになること、これ以上のことはあるのかなって思っても、うんって思ったので、まあでも2ヶ月半あるので皆さんよろしくお願いします。そういっぱい悩んだ決断なので、もう皆さん止めようはないですよ止めようはないので頑張ります。 SNS とかはちょっと今迷ってるんですけど、決まったらまた教えますね。目標を見失ったわけじゃなくて、 NGT じゃない方の目標ができたので、もうそっち、 NGT とそっちどっちがやりたいかって言われたら NGT の方ではなかったので、アルバムの特典には
あの私の口から言える言えないのかな、多分公式の人が言ってくれると思うので待っててください。あれ動いてんのかな、これショールーム電話来たら一回止まるよね。あさりもありがとうございます。コメント動いてんだよ、動いてるから。あ、動いてるみたい。そうですね、なんかもう発表めちゃめちゃグダっちゃったよね。めっちゃグダった。あ、確かに7月末まで、うん、ね、ゆうの生誕祭どうしよっかな、ね、出れるかもね、見てほしい。ゆうの生誕が千秋楽なんじゃない。ええ、気まず、気まずね。でも結構感づいてた人多かったよ。水なくなっちゃった。え、いいの？みんなどういう反応？でも割と、どうなんだろう、うん、イエーイ、イエーイじゃないわ。でもね、頑張りました、4年間ね、頑張ったよ、うん。ありがとう、ね、でもまあたくさん読める理由はあるけど、主にそんな感じでしたね。ね、真面目な話してんだけど。ポッキーゲームしないで。並びが年齢順とはいえ、寺ひながセンターだったかなんとなく、ね、嘘、でもちっちゃいもんで並ぶときはいつも年齢順だから、うん、あ、たまたま真ん中じゃん、ラッキーみたいな感じだったよね、うんうん、マジで偉い。卒業発表頑張ったことをみんな褒めてあげて、うん、いや、そう、本当にお疲れ様だよね、うん、そんなじゃん。いやいやいや、めちゃめちゃ勇気いるでしょ、うん、しかも確かに、なんかショールームだから緊張したかも、うん、公園とかだったらもうさ何？いや、なんか優が、うん、日向の携帯でね、寺ひなのショールーム見てた、うんうん、したら日向が自分の携帯探しててで、おっやば。だってさ、4年も活動してさ、うん、嫌なことの方がいっぱいあってさ、うん、で4年も頑張れたことすごい、うん、嫌なこと80、いいこと20、うん、いやもうね、みんなそうなんじゃない。でも本当にそうだよ、それをさ、たくさんね、うん、お疲れ様ってしてほしいね、思ってます。いや、みんなもお疲れ様だよ。頑張ってね。3期生と会えるのかな。ね、ああ、確かに、どうなんだろうね、もう会える、会えるんじゃない、3期生と会えるのかな、うん、え、うん、確かに。本当だよね、お疲れ様です。いいことって少ないもんだな。いいことって少ないもんですよ。まあでもそうかもね、表面しか見えてないから、うん、あれ紙ある、ピッ、紙取ってくる。そこにコピー
正直言って卒業は嫌です。ありがとう。嫌なの？どうだろう。でも4年いたけど他のアイドルの4年に比べたら結構コロナとかもあったからめちゃめちゃどうだろう。よくないまずこの2人。今のは私のせいだよね、完全に。ごめんなさい。見てよ。検索したのかな。いや、ほんとに、みんなとテンションが違うの。だって、もう前々から知ってたから、その、知った時が一番楽しんでくれたんです。いや、そう。そう、普通の卒業発表って、公演とかでやるから、みんな知らない状態で、なんか発表して悲しむって感じなんだけど、うん、ショールーム配信をする上でこう言っておかないといけないってなったんですよ、みんなに。そうだから、そう言ってたから悲しむタイミングが違くて。音出すね。いや悲しいよ、悲しいけど、うん、でもなんか今日はまだ実感湧かないというか、メンバーってそうだよね、うん、分かる。多分本当に卒業発表の最後の最後とかになっ、うん、卒業公演の最後の最後とかになってやっと、うん、あそっかいなくなっちゃうのかってなっちゃうんだと思う。来てたのは危険もんだけか多分。でもなんかさ、会えるって思っちゃうんだよね。わかる。そうそうそう、わかる。会えるのが当たり前って思っちゃう。同期はね、なんか先輩とかの卒業って、うん、あもうこの人と二度と会うことないのかなとか思うけど、うん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 、同期でしかもちっちゃいもんってなると全然合うんですよ。うん、そうなんだ。そう。そう、生誕祭でも発表したかったんだけど、生誕祭はダメって言われて配信になっちゃった。他の2期生情報漏洩してなかったら知らないんじゃないかな。言ってない。農業はでも田植えって多分5月ぐらいなんですよ。だから参加はするし、まあ、なんかのイベントにも参加できるかな、して終わりたいなって感じですね。柴田の新選組のおじいちゃんおばあちゃんにも会いたいし。レインボースターありがとうございます。帰れよ、ヨヒ。ありえない。ちょっとツボったみたい。ツボってさ、笑いに行くためにさ、遠く行った。私のショールーム乱さないために向こうの部屋行って笑ってる。バカな、もう帰ってこないで、ほんとに。頭おかしい、ほんとに。叩かれんの。叩かれろ。叩か炎上しよう。誰かにつぼったらしい。まあ明日もこうなるから、そんななんかしんみりしないみたいな感じだったので、まあいいんですけど。動いてるかな。
そう、あのみんな行ってないか。そう、まだ公演ありますからね。明日もあるし、明日も昼夜ありますし、ありがとうございます。もう あとは、まあ、公演もそうですけど、もう神的な卒業公演にするのでよろしくお願いします。ハートありがとうございます。最後まで、ね、頑張りたいと思います。そう、でも発表までなんか謎のフリートーク、あれめっちゃ緊張しましたね。なんかもう多分誰の話も聞いてなかった、笑ってたけどちっちゃいもん減っちゃうよね、一気に。そうだよね。サイリウムありがとうございます。そうなんですよ。ずっと携帯と、あれコメント読んでたんですよ。そう、コメント読んでたけど、でも感づいてる人いたよね、結構モバメの返信とかでも。ハートありがとうございます。サイリウムもありがとうございます。そう、まあでも普段からショールームとかマブメとか見てる人、感じた人多かったのかな、どうなんだろう。だいぶ前から感じてはいた、本当に。いやでも発表する、この日に今日発表するって決まったのが結構最近だったから、そこからあどうしようかなって思ってたんですけど、こんばんは。感づいてた、本当にめっちゃみんな感いいじゃん。全然なんか匂わせようとは思ったことないんだけど、でも分かる人に分かんのかなとか思って。どうもありがとうございます。現実なのフェイクなの現実ですよ。どうもありがとうございます。全く感づかずハイテンションで特別配信入ってしまったあでもまあ そういう人が多いかもしれないですね。でも2ヶ月半って割と長いんじゃないかな。まああと2ヶ月半あるのでね、たくさん公演もあると思うし、途中で3期が入ってきて押し返しないように、最後までちゃんと、私が卒業してから3期生に行ってくださいね皆さん。
何回やるかな、ね、そうだよね、今おしゃべり会ないしね、アルバムのその特典に参加できたら会えるかもしれないけど、まあ公演いっぱい来てください。ちっちゃいもの偏差値が下がってしまう。確かにバカ集団になっちゃう。その通りじゃん。うん、まあでも SNS は多分やると思うので分かんないけど、 SNS に現れたらフォローしに来てください。最後に確かに危険者の学力テストやりたいですね。という感じでした。もう10時なのでありがとうございました。2ヶ月は7月末までよろしくお願いします。頑張ります。手ひな BB は、手ひな BB どうなるんだろう、ちょっとまだ決まってないっぽくて、そう、まあいろいろ決まったらまた言います。ということでありがとうございます。また多分明日も公演あるのでショールームもできたらしたいと思ってるので見に来てください。ありがとうございました。あ、壇上読みますね。13位はやとさん、12位柴田のカルピーさん、11位ゆたかさん、10位函館のカズヤさん、9位翔太郎さん、8位ベータンさん、7位クロマニオンさん、6位サトシさん、5位キョールさん、4位ゴーさん、3位コニュニストさん、2位 SK さん、1位オズちゃんさん、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。バイバーイ。